孫吾の当主孫権は父と兄の志を継ぎ着実に勢力を拡大。今や孫吾は南において並ぶものがないほどの勢いを得ていた。ここに至り孫権は父の敵である劉表の打倒を宣言。主力たる将兵らを率い西へと進軍を開始した。瞬く間に甲賀高陵を制し劉表のいる城陽へと迫る孫吾。しかし孫権らが城陽へと達する前劉表は病没してしまう。劉表の後継問題に揺れる慶州、そこへ機を見計らった曹操が侵攻。劉表の子劉曹を降伏させると瞬く間に慶州を制した。もはや打つべき敵はいない。だが目の前に覇道をなす勧誘がいる。ならばその威勢をくじき我ら孫吾が慶州を奪わん。孫権孫昌公両党が城陽に曹操と激突する。
敵のことごとくを打ち果たさん。曹操の軍が続々と到来している。少し急がねばならんな。しとるぞ。さすが目立ってらっしゃる。お見事、見せつけてくれますな。この首もらい受ける。いざ。お分足、今より参戦する。みんな一層気を引き締めよう。でね、西からさらに敵増援が到来しました。そうそう、随分と慶州に兵を割いたのは。では急がねば北条部隊の方が危ういか。敵もなかなかやりおるわ。しかしわしらとて二人でされませんぞ。正門が開いた。北条部隊と合流。今こそ城陽城を落とす。うまくいったわね。何度も敵を蹴散らすだけよ。見せてあげるわ。兵士はすでに我が父上に。王道のこの世のさばらせはせんぞ。この勢い、誰にも止められますまい。なんとも勇ましい戦ぶり。いつもながらお見事な軍。策も手段もありません。お見事、さすがの貫禄がちったところですね。ではない。やったわ、みんなお疲れ様。父様と作人様もきっと喜んでくれるわ。